ピラミッドは何のために作ったものですかって何なんだろうかって、それは王様のお墓だったそうです。いろんな説があるということになってますけども、一番有力説によると王様のピラミッドだそうです。どれぐらいありますでしょうかって、ギザのピラミッドの大きい方は3つです。大きいピラミッドだったんですけども、全て約50つです。今エジプトに残ってますのは何ですか。一番可愛いピラミッドでは高さは137m。 で、入口の方なんですが、中に入られましたら、まずのぼろ階段はそちらにいますか。今お客さんが登っているところで、それでチケットを見せるところはカウントです。生きている姿ということになっております。生きている姿というか、王様の生きている姿を生きているということです。で、古代エルビリンの王様たちの考えではこういうふうに思います。王様は神様に生きている姿を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 生きている生きている時は人間ですけど、神様の一応ですね、こちら顔なんですが、人間の方は頭いいということで、さすがお腹を入れてくる。体はライの体ということですから、全長は72m、高さは72m。Thank you.